はい、今回の映画トークは、ホラー映画について語っていくシリーズですけども、今ですね、収録しているのがですね、時間が深夜の3時、しかも夜の公園、街灯も何もない夜の公園の駐車場の車の中ですね、今収録しているという状況ですが、そんな中ホラー映画について語るというね、なので、幽霊とか不審者とか警察の職質とかに遭遇しないように気をつけて、やっていこうかと思います。はい、で今回語る作品がですね、映画リング、このね有名作だと思うんですけども、こちらについて語っていこうかと思います。こちらの、作品、有名なのでね、ご存知の方も多いかと思うんですけども、内容としては、見ると1週間後に死ぬというね、呪いのビデオを見てしまった主人公が、その呪いから逃れるためにビデオの謎を探っていく。そして山村貞子というね、このビデオを作った、怨念、怨霊をのにたどり着く。そしてさあどうなるみたいな感じの作品でございます。でもこちらね、1998年の作品で、前回語った神聖トイレの花子さんと、ほぼ同時期のね、同じ年の作品で、上映はこっちがちょっと先だったかな、多分。監督は中田秀夫監督で、脚本は高橋博史さんで、神聖トイレの花子さんとね、同じ方です。で、おそらく日本のホラー映画の歴史を変えた作品だと思うんですけども、過去の配信とかでもね、あと SNS とかでも時々話題にするんですけど、私は好きな女性のタイプでね、山村貞子っていうのをね、公言しておりまして、そんなね、私ですので、ちょっとね、語らないわけにはいかないというね、ホラー映画とかもね、よく撮る立場なので、なのですけども、実はですね、この映画版のリングはね、当時、実は上映当時は、あんまりね、好きじゃなかったんですよ。実は、当時中学1年か2年ぐらいやったと思うんですけど、今回ね、ホラー映画撮るにあたってすごい久しぶりに見たんですけど、そしたらね、すごい良かった。なるほどね、ヒットするのも分かる、すごいいい映画だって思って、じゃあどうしてそんなことにね、なんで好きじゃなかったので、今どういうとこ良かったのかって、そういう話とかいろいろしていこうかと思います。そもそもね、なんで当時好きじゃなかったかっていうと、これ別に映画が悪かったわけじゃないと思うんですよ。自分の方の問題で、当時リングって映画版、原作が小説で、映画版があるんですけど、その前にドラマ版っていうのがあって、2時間ドラマのテレビでやったドラマ版があって、これがね、自分的にすごい良かったんですよ。で、原作を確か読んで、リング映画が流行ってる。すごい怖いらしいって、映画化する、すごい話題作だったんです。で、周りでね、リング見た、まだ見てないみたいなさ、ってそんな話があったんですけど、うちの、うちの母親が、リング、うちビデオあるよ、なんで今映画やってんじゃないのって思ったら、2時間ドラマ版、この映画より前にやったやつが、うちの母親の好きな俳優さんが出てるってことで録画してた。で、それ、じゃあ見るって言って見たんですけど、これがすごい自分的に良くて、原作にほぼほぼ忠実に作ってある感じで、ミステリーテイストのね、作品だったんですけど、これがすごい良かったもんで、その後映画版見たら、映画版は結構原作からアレンジがされてて、例えば、自分さっき山村貞子が好きな女性のタイプって言ったんですけど、
貞子っていうとさ、皆様イメージすんのってあれ、テレビから出てくるこの髪ボサボサの、まああれだと思うんですけど、原作本当の山村貞子ってすごい美女なんですよ。この妖艶な美女っていうで、まあドラマ版はすごいその設定に忠実に作ってあって、まあ発光の美少女みたいな感じで、でちょっとセクシーな感じだったりするんですけど、まあなんで映画とはもう全然描かれ方が違って、でまあすごい自分はその美女の方の山村貞子がすごいいいなって思ってたから、ちょっとこんな化け物にしよってみたいなさって当時は思っちゃったんですよ。まあその後ね、このリングシリーズ続いていくと、まああのね、あの螺旋とかバースデーとかになるとこう、まあ、そういうね美女っていう設定、この生前は美女だったっていうのはね描かれたりするんですけど、まあこの映画のリングの中だとね、そのね、まあ、佐伯日奈子さんとか仲間由紀恵さんとかがね山村貞子を演じておられますけども、まあまあ、でまああとね、まあ主人公が2人、高山隆二と浅川さんと、男性2人が主人公だったんですけど、映画版だとこの高山さんは男性だけど浅川さんの方が女性になってたり、それもなんか当時はんって思っちゃったんですりして、であとまああの貞子が死んだ理由とかもなんか映画版だとこのねちょっと不明瞭な感じ、なんか父親に井戸に落とされたみたいなのが一瞬出てくるだけだと、でもんみたいなさ、あのね、貞子が死んだ理由はあの気持ち悪い医者に言い寄られて襲われて、でそのまま井戸に落とされたんじゃなかったのみたいなっていうさ、まあ、ね、自分の中でいろいろさ、まあ、あってなんかね、こうちょっと映画版はなんか当時はなんか、ね、ってなんかいろいろそういうね違うところが気になっちゃったりして、でまああとねちょっとさ中二病入ってたから、あのまあドラマ版結構さ過激な感じ、もう不思議なもんでね、映画版よりテレビでやったやつの方がすごい過激で、まあそのねエロかったりグロかったりするような感じだったんで、まあちょっとさ周りあの映画が流行ってる中でさ、こうさもうね、まあ、みんなちょっとあの映画の方のさちょっとあのあれ流行ってるけど、俺はちょっと違うの知ってるぜみたいなさ、もっとえぐいやつすごいやつし方のリング知ってるぜみたいなね、まあちょっと中二病でもいいね、嫌なガキだったね当時はそんな感じだったんでね、まあなんかねあれだったんですけど、でまあねこのドラマ版の話をしだすとすごくね、まあ、このドラマ版はすごい自分的にすごい好きな作品なんで語るとね長くなるので、ちょっとまあいずれ別枠で、今回一緒に語るとややこしいことになるんでちょっと別で語ろうかと、まあ妻とねよかったら一緒に語れたらと思ってるんですけど、まあちょっと俺別にまあ打診してないんでねできるか分かんないんですけど、まあ実はねこの私もねこんな人間がどうして結婚できてんの、あなたどうしてどこでねそんなアイドルやってたような女性とね結婚するに至ったのっていう中では、実はこの山村貞子という存在が結構大きな重要なね、存在なんですけど、これはちょっとねまた本筋からずれるので、ちょっと時間があったら後ほど語るかもしれないし、語るかもしれない、話すかもしれないし、話さないかもしれないというね、はい、というので前向きがすごく長くなってしまったんですが、映画についてね本編について語っていこうかと思います。でじゃあまあね、当時はそんな中二病こじらしてた自分はちょっとあんまりうーんって思ってたけど、いや今見てって感想、まあねもうすごい、もうだけど当時見てその通り見てなかったか、実に本当20年以上ぶりぐらいに見たんですけど、なんでもう本当フラットな状態で、もうほとんど内容もざっくりは覚えてるけど細かいところがもうあんまり覚えてなかったんで、うろ覚えだったから本当にフラットな状態で見たんですけど、まあ、単純に映画としてすごい出来がねいい、クオリティが高いですね。でまあなんていうの、前回トイレの花子さんでも言ったんですけど、
まあ、あのなんかあの世紀末のうっすら気持ち悪い雰囲気、画面も汚いし暗い感じがすごいねよく出てる感じでね、すごい、あいいな。でまあ映画として見ると、原作ファンとして見ると、さっき言った原作との違いがちょっと気になっちゃったって当時あったんですけど、まあ映画として見るなら、まあ例えば浅川さんが男性から女性になったとかがちょっと自分の中で当時すごい気になってたんですけど、いや映画として見るとこれ正解だなって思って、っていうのもこう、まあ、両方とも男性だと、まあ、やっぱちょっとまた雰囲気が全然違う作品になったと思うんですよね。まあ、映画版違う、ドラマ版は どっちも男性だったんですけど、まあ、その代わり山村貞子がこの美女 でちょっとエロティックなシーンとかもあったりして、でこうバランスというかね取れてたと思うんですけど、まあ、これどっちも男性だったら、まあかなり硬いとか濃いというか、濃いというか、まあなんていうの、硬派な感じというか、まあ全然もう男臭い感じの映画になってたと思うんで、こうバランスよく、多くの客層に見てもらう、こうホラーとして見てもらうなら、主人公は男性女性の、2人の方が正解だったなって改めて見ると思いますね。はい、でまああのドラマ版はミステリー要素、このビデオの謎を、順番に解いていくっていうミステリー寄りの作品、ホラー、まあベースはホラーだけどミステリーに近い感じ、2時間ドラマだったんですけど、映画版はもうホラーに寄せてる感じで、だから謎解きよりもこのちょっと不気味さとか怖さに主軸を置いてる感じで、でそれもね、まあ、やっぱ怖いというかホラー的な感じで見ると映画版の方がね、すごい終わって感じでね。なんでちょっとまあジャンル、まあ同じホラーっていうジャンルだけど、ちょっとその中でもジャンルが違うと思ってね、見た方がいいかもしれないですね、ドラマ版と映画版とか。でもそれでね、まあね、で結構このホラーとして、まあ山村貞子って存在、まあ、この映画版、映画のリング以降もうちょっとホラーのアイコンみたいなさ、ものの一つ、幽霊といえばの一つの存在になったような、こう斬新なキャラクターだったと思うんですけど、でもこう、まあ、映画全体斬新ではあるけど、意外とこの古典的な怪談とか幽霊の特徴を抑えてる感じで、まあ貞子のビジュアルもこう、まあ、黒髪にあの白いワンピースとか、まああれって古典的なさ、江戸時代の幽霊画とかのイメージ、もう昔からある幽霊のさイメージじゃないですか、こう白装束でっていうさ、ちゃんとそういうとこを抑えて、でまああのリングのね、呪いのビデオの元ネタ、こうテープを、呪いを逃れるためにはダビングして人に見せるっていうのは、ね、不幸の手紙がさ元ネタじゃないかっていうのはよくね、なんか聞きますけど、まあそういうよくあるこの階段の王道的な部分はしっかり押さえて、まあ、その上でちょっとこの、まあ、ビデオテープっていう当時だとね、こうちょっと新しい斬新なアイテムとかを取り入れて、まあ念写とかもさ確か当時流行ってたと思うんですよ、ってあの心霊番組とかね、ビデで念写って写真にするもんだけど、それビデオで念写するとかっていう、ちょっとそういう新しいアイディアをね、古い このね古典怪談とその新しい要素をうまくね組み合わせてて、すごい、まあ王道かつ斬新な感じで、まあねヒットするのもね納得ですよね、うん、でまあね、呪いのビデオの内容もうすごい、まああの全然原作やドラマ版と映画版で全然違う感じなんですけど、まあもうドラマ版は謎解きがね、さっきも言ったようにメインだったんで、ちょっと謎が散りばめてある情報量が結構多い感じで、そこからそれがなんかまあこのね、いろいろ、まあ、貞子の過去とかね繋がっていくんですけど、まあこう映画版はもう本当おそらく謎解きよりもホラーに主軸を置いてるから、その辺はまた全然違って、
まあ、ひたすら不気味が、まあ、貞子が殺された理由も不明瞭ってさっき言ったと思うんですけど、まあ本当、まあ、原作とかの方だとその死ぬ直前のこととかさ、そのいろいろなんかそういう情報がね、貞子の怨念というか人生みたいなのがこう焼き付けられてるけど、まあ、呪いのビデオの内容自体もすごい、まあ、不気味な感じに寄せてる感じで、なんかね指さす男が映っててあれ何みたいなさよく言われて、あれなんか宮崎努あのね殺人犯の連続殺人犯の宮崎努がなんか現場検証の時になんかこうつって指さす映像かなんかがあったらしくて、でそれがすごい不気味だったから取り入れたみたいなそういう話らしいんですけど、うん、でね、まあなんかすごいね気持ち悪い感じの、あれはあれでいいね、なんていうの、ただ映画版の呪いのビデオはね本当にな、あのひどいと思うのが、あのひどいって見た側に対してひどいと思うのが、あの原作とかのさ呪いのビデオは最後にこのビデオを見た者は1週間後に死ぬ、で助かりたかったらっていうメッセージが入ってるって、そのまあそのラストの部分がこのいたずらで消されちゃってて、助かる方法は何だって探るのがさあれだったんですけど、映画版はなんかメッセージ入ってなくって、こう見たら1週間もうだからお前は1週間後に死ぬとかさ、助かる方法とかすらもね入ってないさ、結構不親切な作りをしていらっしゃるね感じで、都市伝説みたいな感じで見たら1週間後に死ぬ呪いのビデオがあるらしいよっていうさ噂から入ってきてるっていうね、こういやなかなか不条理な存在でしたけど、うん、まあ本当ね、全体的にホラーとして、あ、もう面白いし、映画としてのクオリティがね、高い作品でしたね。まあね、リングってその後すごい、たくさんいろいろシリーズ化されてると思うんですけど、いやー、まあね、最近もなんかね、あったと思うんだけど、なんかね、あんまりこう、まあまあ悪くね言いたくないけど、一応自分はこのねリングファンだからね、原作ファンだったからはね言わしてほしいけど、貞子 3D とかさ、あの辺はなんかこうちょっとどうしてこうなったんだろうみたいな、いやなんかね貞子 3D は見たんですけど、ちょっと 3D2 はちょっと見てないんですけど、ちょっとなんかね、ってさ、ちょっとね、あの、好きな方とかいらっしゃったらね、とか、制作に関わった方がね、もし見てたら申し訳ないんですけど、ちょっと自分的には、なぜってさ、なんでこういう感じみたいなさ、なんかね、原作すごい良かったし、でも映画版もさ、当時好きじゃなかったって言いながらも、今見たら、あ、すごい、いいって思ったけど、そこからどうしてああいう感じになっちゃったのかなっていう。あの、はい、みたいな、ね、やっちゃってね。貞子対かや子は、まあ、意外と良かったぞ、個人的には。あのタイトルからしてさ、まあ、ちょっとさ、ネタ系かなみたいなさ、なんかね、一発ネタかなと思ったけど、まあ、ね、ああ、普通に映画してるって思ったけど、こうね。ちょっとあの安藤正信さんの演じる霊媒師とか出てくると、ちょっとジャンルがさ、あれそっち系変わったじゃん、ジャンル変わったって思ったけど、まあそれはそれで、まあ、あの神聖トイレの花子さんのね鹿島玲子さんとかと同じ位置って考えれば、まあちょっとジャンルがちょっとあっちの方にね寄ってるかと思ったけど、まあそれはそれでっていうの、また、あの、貞子 3D は原作があるらしくて、S っていうの、これはね、ちょっと俺読んでないんで、もしかしたら原作読んでみたら、印象変わるとこもあるかもしれないんですけど、ちょっと、まあ、
単発で見た場合あんまり僕好みではないかったかなって感じでね、すいませんね、あんまりちょっとね作品を悪く言うのは良くないと思います。まあこれはもう完全に個人的なあのねファン元々のリングファンだったからってことでね、はい、ご容赦くださいか。あでも主題歌の S っていう主題歌ね、あれはね結構でも原作、あちゃんと原作とか読んで作ったんだろうなっていうのをね、この雰囲気だったんで、あの曲は好きですね、S、あのね有村アルさんがステージでのね持ち歌のね一つでしたけども、はい、ねえ、リングってパチンコがなんかすごい息が長いみたいですね。自分はパチンコとかって基本やんないんですけど、まあ、知り合いがやるもんだからね、たまにね一時期パチンコ屋にね付き合わされて、まあ、俺は漫画コーナーで基本ね漫画読んでてね、ちょっと店的にははためがない曲だったんですけど、友達が売ってる間で、まあ、ただねちょっとリング気になるからちょっと一回やってみようっていうのはね、1円パチンコをさでちょっとやってみたことがあったんですけど、いやなんこれってで当たったんですけど、当たったらさ呪い大当たりってさ、呪い大当たりってってさ、いやなんかねでまあいいね、家でリングの話してたらさ、うちの父親もパチンコさよく一時期やってたんですけど、そしたら普段映画の話とかってね父親入ってこれない感じなんですけど、こうリングはパチンコでわかるもんだからさ、こうあリングあれだろうとかさ、手がこうバーンって落ちるやつやろとかって言ってさ、パチンコのね役物でそういうのがねあるんですけど、それそれみたいなさっていうね、まあね意外と20年前の作品がパチンコで人気あるってもなんかね変な話っすよね。うん、まあまあなんかね、それだけ有名作かつ人の心ね、ロングセラーっていうの、こう長い間人の心をつかむ作品ということですかね。まあ、ちょっとリングの話とずれちゃうんですけど、パチンコで聞いてね、俺結構衝撃的だったのが、まあちょっとね、自分、映像系とかイベント系で働いてて、まあその中で、まあ、社内会議みたいなのの中で関係者の方からチラッと聞いた話で、映画の黒百合団地ってさ、ホラー映画あるじゃないですか、あるんですけど、まあ、映画のなんかパチンコ、映像を将来的にパチンコとかで収益化するのもありですよね、みたいな話から、こういろんなさ、会議の中でです。で、その中で黒百合団地の話が例で出てきて、黒百合団地って、まあ映画なんですか、あれがあってパチンコにもなってるんですけど、リング、まあリングと同じホラー系のパチンコってジャンルがね、あるみたいで、ちょっと、呪音とかもなってんのかな、まあ、あんまりパチンコ詳しくないんであれですけど、まあ黒百合団地はパチンコはあるんですけど、実はただあれ、黒百合団地の映画がパチンコになったんじゃなくて、もともとパチンコ代を出すために、そのプロモーションとして映画を作ったっていう話を聞いて、まあどこまで本当かわかんないですけどね、聞いた話なんで、別にそのなんかね、このオフィシャルで出されてる話じゃないから、あくまで人から聞いた話っていう体で、そう聞いてほしいんですけど、でも、と思って、そんなことあんのってさ、思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、っていうのもパチンコ産業ってすごい、まあ、ものすごい何十億も金が動く世界で、まあ、映画ってまあまあちょっとね正直まあ20億とかかける映画って結構もう大作だけで、まあ大半はもうちょっとね少ない感じで作られる、日本の映画は特に。だからパチンコの台の制作費とかそこから回収されるお金の方がはるかに大きい市場があって、だから
で、まあ、宣伝広告とかにもすごいお金かけてて、まあ、その中で言うと、じゃあ映画1本撮るぐらいの予算っていうのは、まあ、パチンコのその規模の中から言うと微々たるものということで、でもすごい宣伝効果はある映画が上映される。で、まあね、アイドルとか使って、でそれがパチンコになるってなると、映画上映しました、パチンコになりましたってことでお客さん入るっていうんでさ、そういうこともあるんだっていうさ、ちょっとびっくりした。って、まあ、まあね、知らない世界。まあちょっとね、本当に、まああくまで人から聞いた話なんでね、あんまりちょっとね、どこまであるかわかんないんですけど、まあ、ちょっとしかもリングの話からね、ちょっとずれましたけど、はい、ですね、まあ、話、まあ冒頭でさ、ちょっと言いました、あのね、うちの妻とのリングとの関係っていうのがさ、まあ、私はまあね、好きなタイプ山村貞子ってさ、もう本当中学の時にリングを知ってからね、ずっとあるんですけど、ね、もうあの、で、うちの妻と、まあ当時は知り合って、当時まだね、付き合ってすらなかった時なんですけど、何かしらで、その、憧れの女性で山村貞子さんって言ってて、ほうって。で、まああのね、すごいね、黒髪のロングだったんですよ。彼女もそう。まあ黒髪のロングで、あ、美人さんや。可愛い美人さんで黒髪ロングいいね。あって思ってたんですけど、で、好きな憧れのタイプは山村貞子って書いてて、おお、この子は分かってるみたいなさ、ってちょっと俺それでちょっとそういう話をさ、ああ、山村貞子さんいいですよね、みたいなさ、感じでコメントしたことがあって、まあそれちょっとさ、あ、いいなと思ったのかね。まあ、ね、うちの、そうね、妻はこう学生時代はこうね、一人リングをこう読んでる、こうね、人気のない場所で一人リング読んでる、昼休憩とかにリングとか読んでたる文学女学生だったらしいです。いや、いいですね、そんな惚れるじゃないですか、そんなのいいなとかってね。これさ、俺今勝手に喋ってるから怒られるかもしれない。そんなにしないでよって怒られるかもしれない。けど、いや、だってね、いや、そんな、惚れるやん。はい、ごめんなさい。なんかわけわかんねえ方向に話がいったんですけど、まあね、そういうね、まあまあ、結構自分の中から、リングという作品は、原作から含めてね、結構自分の中でね、大きな、重要な作品でございます。ということもあって、ドラマ版についてはね、まあそういうのもあるのでね、できればまた別枠で語りたいなと思ってます。で、まあ映画版リングね、すごいね、いい作品だったんでね、あの、久しぶりに見てみたら、ちょっとまた皆様なんか違う、最近のホラーってやっぱなんか雰囲気違うから、ちょっと久しぶりに見たらまたなんかね、こうって思う部分ってね、多分ね、見たことある人もたくさんいると思うんですけど、もう一回すごいね、久しぶりに見てみてほしいです。はい、まああのね、まああの前回語った神聖トイレの花子さんだって、まああのホラーブームって、ホラーの流れって、あの、まあ前回もちょっと触れましたけど、自分たちが子供の頃に学校の怪談ブームがあって、でそれが映画化したりして、このね、まああの本から始まって映画化したり、夕方5時ぐらいになんかドラマとか、あとアニメもやったりしてて、でそういう流れがあって、でちょっとこの対象年齢がね、みんな大人になっていくにつれて、でちょっとあのその流れで神聖トイレの花子さんとか、ああいうちょっと中高生向けのホラーが出てきた流れがあったと思うんですけど、その時にほぼ同時期に出たリングがあって、ここで J ホラーブームにすごい火がついたから、
まあ、その後なんかそっち、そういうね、本格 J ホラーがすごい流行った時期、あの、ほの暗い水の底からとか、呪怨とか、着信ありとか、そっちにこう流れてたと思うんですけど、まあ、もし、リングの時期が少し、もうちょっと先だったら、この、学校の階段から、トイレの花子さんとか来てた、この流れの、何、ジュブナイルホラー、ちょっと中高生向けぐらいのホラーっていう、あの反特撮とかみたいな感じのホラーっていうのももっとたくさんシリーズ化されてたのかなとか思ったりで、結構なんかね、歴史ホラーのこの時代の流れって面白いななんてことをね考えたりしてました。そういう意味でね、本当日本のねホラー映画の歴史をね変えた一本です、映画リングでした。はい、ではでは皆様ご視聴ありがとうございました。